第43種昆虫納言厚忠。お前しか見えないよ、愛しい人。ではいつもと一緒か。今度は違うんだ。なんと文を送ればよいのやら。もう厚忠様、今はどの方に夢中なのかしら。右近さんだそうよ。右近さんといえば濃い大きい女として有名よ。まあ数えきれないほど恋をしてきた男が何を今さら。恋なら何度もしたさ。嘘偽りを語ったつもりはないんだけれど、この間右近に会ってしまった。彼女ほど片時も離れたくないと思った人は生まれて初めてだ。私はどうすればよいのか。素直に伝えりゃいいだろ。文が得意なお前が筆も取れないっていうのか。ってなんだ、ちゃんと用意してあるじゃないか。花はよしとして、でも随分強い香りをつけてるな。今回はそれぐらい本気なのか。いつ死ぬかわからないんだ。いつも恋には本気だよ。けど今の思いが本物だとしたら、今までの気持ちがまるで偽りのように感じてしまうんだ。第43種相見ての後の心に比べれば、昔はものを思わざりけり。一目でいいから会いたいと言ってたお前が、会えば会ったでそれでは済まなくなるというわけか。恋の病と言うけれど、心なしかやつれているみたいだぞ。せいぜい気をつけるんだな、お坊ちゃん。思いが叶ったあの日からずっと恋しくて切なくて胸が痛いんだ。あんまり思い詰めるなよ、色男が台無しだ。後に厚忠は30代の若さで亡くなった。彼は自らの命が長く続かないことを予感していたとも言われる。